今先ほど救出した家屋に向かって降りていきました。さらに複数の方が、お二人いらっしゃいますね。ただこの家屋はその1階部分がえぐれて、削られていますので、大変まあ危険な状況ということが言えますね。そうですね、あのまともに濁流を受けていますので、はい、1階部分はもう大破しているという状況ですから、まあ、あの建物の骨組み自体に影響がもう出ている恐れがあります。おそらくそれであの急いでこの住宅の救出作業を急いでいるというふうに思われます。はい、懸命の救助活動が行われています。常総市鬼怒川が氾濫した三坂町という地区です。